皆さんこんにちは。今日は海に遊びに来ました。今日は4月にしては少し寒い日で8度か9度ぐらいでした。今日バイクで来たのでかなり寒かったんで焚き火で体を温めています。石焼きステーキをやりたかったのでこれを購入しました。風上に平べったい石を置いてこの上で焼いていきたいと思います。油が結構出ますね。いい感じに油が流れていきます。はい、焼き上がりました。いただきます。石の上で焼いて食べる肉は美味しいです。石焼きのコツは焚き火で周りの石をこれでもかというぐらい温めておいておくことです。今日は風が強くて風向きが安定しなかったんでちょっと苦労しました。今日は持ってきたものはライターとお肉だけです。よく言うと長い菜箸が欲しいです。手が焼けるように熱いです。皆さんこれを知っていますか？笠貝です。デザートにちょっと食べてみたいと思います。デザートっていうのはまあどうかなと思いますが、まあおやつですね。これはこのように殻から外して握る。うわっ！で、綿を取ります。このように手で蒸して綿を取って海水できれいに洗って食べてみたいと思います。美味しいんですよ。いただきます。途中浜大根が生えていました。これは根っこの大根と葉っぱと豆さやが食べれると思います。今は大根が旬じゃないので食べないです。ああ、今日もいっぱい遊んだ。どうでしたか皆さん、あっちゃんの磯遊びは楽しんでもらえましたか？途中わかめも取りました。今日の味噌汁に入れます。石焼きのいいところはね、大した装備とか道具とかなかったもできるということですね。あと片付けも簡単です。よかったら皆さんやってみてください。もちろん自己責任で。それでは皆さん、さよなら。こんにちは。私の名前はベアーです。My name is Bear です。私の母国はハワイです。我が国の大統領はトランプです。もしよかったらチャンネル登録よろしくね。